いの説あるな。ごめんなんか。うわあ、あれ？足元に気をつけろ。あ、はい。いいぞ、いいぞ。はい、え、なんだなんだ？怖え。やべえ。やばい、なんか扉が閉まった音したぞ。めっちゃ不安。はい、どうもクイズの研修のリザです。リザです。山本です。マリさん。はい。クイズの悩みからの脱出。イエーイ。今回は山本さんの次をつけてくれて。すごい。やりました。僕もちょっと内容は知ってるんですけどね。そして何も知らない私。で、今僕らはどこにいるのかと言いますと、はいはいはい、はい、こういうところでーす。イエーイ。こういうところでーす。あっちで皆さんが挑戦するのを見ようという感じですね。ね、そしてなんと今回、はい、挑戦していただくの、はい、フィッシャーズさんです。すごい。僕たちが作った謎をどういう風に解いていくのかをね、ここでこうチェックしようと。面白い。では読んでいきましょう。頑張れ。フィッシャーズの皆さん、え、目を開けてください。せーの、はい。あ、あ、なんだこれ。なんだこれ。クイズノックの部屋へようこそ。うわ。自己紹介をお願いします。あ、はい。どうも、シャズナオです。モトキです。マサイです。コラボよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、いる！あ、いる！奥にいる！今から皆さんには謎解きゲームに挑戦してます。いてないっすよ。すごいすごい。フィッシャーズの皆さんのために謎解きを用意しました。それを楽しんでくださいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。幸せだ。いくつかルールを説明します。はい、はい、皆さんの床に緑色のテープが引かれていると思います。お、グリーンテープ。このエリアから出ることはできません。え、本当だ。見えない壁だ。本当だ。ある気がする。何かを壊したり剥がしたりして解ける問題はありませんので。なんだ、フィッシャーズ対策ですね。助かります。すみません。そして重要なことを言います。はい。現在、んだほさんの早押しボタンのみ何かが反応するようになっております。何かって何？早押しボタンってのが怖くない？なお、もときさんの早押しボタンは押しても何も反応しない状態になっております。なんであんの？あ、もうさんいないんだ。ミッション1からミッション3を全てクリアすること。はい。これが今回の皆さんの脱出の条件となります。準備はよろしいでしょうか？え、何？おお、いいよ、もういいですよ。やります、やります。はい。それでは、よーい、スタート。はい。出た！カードを集めて赤を画面に表示させろ。これでもなんか、床にトランプのようなカードが落ちてる。みんな何枚？え、でもいいね。なんか謎解きっぽくて。まさにとこだけ9枚ない？それは、取ってくれたら嬉しいなぁ、ということで置いてあります。取ります。さすが。関係ねえのかよ。ちょっと一回めくってみる。もうだってカード集めてだから、多分。裏方の方からめくってって。いや、ちょっと待って、これ。これ。一枚めくるね。11。なんかでも法則はなさそうだね。8。9。まあ、そうや。もう、もう。何問？赤を表示させろってことなら赤いトランプとかするのではない。赤は1枚だけあんねん。一回めくってみる全部。うん。で、赤がこれで1枚だけだったら可能性は。いくよ。はい。8、2、6、12、13、4、3。あれ、赤い11だ。それが黒だったら1個だけだ。お、1個だけだ。でもこれじゃ赤集めんじゃん。え、めっちゃ簡単じゃん。そしたら5でしょ。あ、赤い。もう来んなよ、赤いの。来んなよ。赤いのなかったらこれ脱出できるよ。9、9、6。え、そんな単純？7。あれ、簡単じゃない？9、4、10。ほら、やっぱ赤1枚だ。マスター、何かに気づいた気がしてるぞ。じゃあ画面に表示っていうか、画面どこで表示させるの？このなんか、これに置くの。置いてみる。なら、俺のちょっと思いついたやつがある。何？絶対違う、違うと思うよ。怖い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 。この赤はひらがなじゃん。あ、ローマ字で AKA じゃない？赤。いやいやいや。で、エースとキングの、なんか A と K 集めるみたいな。AKA 赤。考えすぎじゃない？考えすぎ、やりすぎかな。だって赤1個揃ってるじゃん。そうだよ、だって。普段の関係性が出てる。一回ちょっと赤置いてみよう。多分、この赤のカードを置いて、こうボタンからの押すんじゃない？一回行ってみるね。もう。まあ、なんか出てきてるからね。 J、Q、A。 ほら、でもやっぱこれ分かった、分かった、絶対それ。え、違うかな。あれ、今何置いた、何置いた。1と9と11。 J じゃん。あ、こういうこと。ほら、で、A がさ、
アになってるやん。エース。だから、KA じゃないやっぱ。合ってんじゃないこれ。じゃあ、マサイの方が正解もしかして。もしかしてマジ？みんなまだ信じられてない。あとじゃあ、K と A をくれれば。これ俺の A と、ここにキングがいらっしゃいます。キング、ありがとうございます。このベッド見た赤。赤。確かに。いや、これマサイの説あるな。ごめん、なんか。で、行くよ。せーの。どうだ、赤。ひらめきでマサイ頼ることひらめいたフィッシャーズ13年間一度もなかったんですけど絶対なかったもんねこんなの今日が記念日かもしれないやった来てるかもしれないミッション1をクリアしましたので、はい、モトキさんの早押しボタンを押すと何かが反応するようになりましたおまた、はい、新たな情報をゲットしましたお、うん、机の裏に情報があるようです机の裏よーいスタート机の裏見てみようかしらそのカメラいい裏裏にこれなんか書いてあるの盲点なんだけどえ、そっちにもあんのかないや、ないわそう、モトキんちないわあ、でもなんかありそうだね、マサイんちマサイんちもマサイの家そうそう、マサイんちなんだこれなんだえ、国旗あるよ国旗あ、でもね、俺の方にもないなんか妙なものがあるんだよね確かにあ、待ってそもそも問題読んだよなかったバカだろバカだよ、俺ら加藤を画面に表示させろ多分、何のねじりもない。ねじるな、ねじるな。ひねりじゃなくてねじる。何のひねりもない回答だと、なんか鳩のマークが書いてある国旗とか。なんかあんだよ。あ、国旗とか書かれてたりしてね。はい。あマジホラじゃん、ホラじゃんってなんだ。並べようぜ、一回。やばい。あんまりさ、よく話に出てくるタイプの国じゃないじゃん。あ俺、バングラデシュじゃん。あ、出た。俺、なんか鳩みたいなやつ出てきたやつ。鳥みたいなやついんな、これ。ね。俺とタホで何の国があるのか言葉で言ってこうぜほらなんかこんな謎解き見たことない3人中2人横になるいいですねえ、てかさ20個もないよねそれ元銀のところにあるやつ10個しかない俺んとこ10個あるんだそうそう俺んとこも10個あるえ、同じ国旗教えてよじゃあ分かったじゃあマサイチから行くよはいパナマパナマ左が青の背景と星で右が赤の背景と赤い星、うん、あ、これだこれパナマないですね。違いそう。いいよ。これさ、全部渡してあるやつだけど。ピックアップするみたいな。全然ない。全然ない。これがラストなんだけど、ドミニカ国。ドミニカ。すげえイケメンの鳥がいる。ミカド方針とかですね。以上。はい。やっぱり何個余ってんの今？六個。ちなみにマサイの方も6個。ああじゃあ6個ずつなんだ。でいくよ、うん、ウガンダは黒白赤黒白赤のドイツ2倍みたいな、はい、フィジーこれね4分の1イギリス違うさっか これですかあそれかいやそれだよそれよっぽっそれよ見せればいいじゃんなんで全部コートでやってるのいよし、これで揃ったとりあえず鳥並べたら出てくんじゃん雑すぎる、雑すぎる一回やって一回やる上の鳥かっこいい上の鳥かっこいいウガンダドミニカドミニカドミニカウガンダとドミニカの鳥これがハトかもしれないかもしれないどうですかそれそうドウってドウってドウえ、じゃあ頭文字お間違えたことによって一歩進んだだからハから始まる国をちょっと探してくれ俺なんでドとウになったのえ、でも違うんだよ俺ウガンダ置いてドウ来たんだよあ、そっか。じゃあ頭文字じゃないね。じゃないわ。なんでこういう感じになったの？え、だからこのドイツっぽいウガンダのド？いや、そんなわけ。ウガンダからさ。一回さ、もうちょっと適当に2個置いてみて。ダメだよ、そんな。それで何が出るかヒントになるかもしれない。ウガンダとバングラデシュで、どうだ？バウ。吠えられたんだけど。やっぱウガンダのウであったじゃあバングラデシュのバウガンダのウじゃんあ、じゃあじゃあ俺がトでお前がハだじゃんそうだねトルクメニスタンのトがあるあハはいたあ、ないハの国ないようんじゃこれこのトルクメニスタンはハとのだから絶対ここだねこれは確定だこれねアルバリア、パナマえ、本当にハないハンガリーハじゃねえかよおい赤、白、緑赤、緑、白だけどあーこれなんか組み合わせんじゃないのこれ白緑下段のあバングラディッシュの緑借りるわあちょ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 何さこれで赤消せばいいんだでこれさ画面外これさそうそうだから俺らこれ画角だと思うなるほど
そういうことなのかな。真上判定。これをこうして入れれば、下多分見切れてるでしょ。どうだ、トルクミニスタン。サイズが合いません。これじゃないの、これじゃないの。うわ、絶対正解だと思った。これみなさん、みなこさんが持っているヒントも撮影してください。そう、さっきね、ポケットをゴソゴソってやられて、はい、封筒をね、もらったんだよ。しかもなんか何枚か入ってるんだけど、ちょっと適当に1枚撮ってみて、ね、はい、頼むよ。みんなで腕立て20回でヒントゲット。もうすでに3人がやる体勢ですね。入ったのすごい。いい、せーの、19。ヒントを差し上げます。やったー。頭文字が歯のものを置くというのは合っていますが、はい、頭文字が歯の国旗を置くというのは間違っています。ここに別に国旗を置くとは言ってないってことだよね。あるじゃん。歯がない、歯がない、歯で始まるこのサイズのものある？ないか。書かれているもの8個とかない？は？ぴったりなんだけど。でもなんでこれが歯なの？こういう国旗はないの。さすがにボタンみたいなやつないよ。こうかこうかわかんないけど、ない。あ、ヒント行こう。優しさで俺のポッケに3枚入ってた。マジかよ。あと2枚あるじゃん。せーの、はい。モノマネしたらヒントゲット。ああ、シンプルに嫌なやつだ。いや、まさに上手じゃん。なんで。いや、俺ら2人本当に絶望的に下手なんだよ。いや、ワリオなので。ワリオ、ワリオ、あの、任天堂のね、マサイさん、ワリオです。はっはー、I'm ワリオ。あー、え、ちょっとマリオの真似してみて。 It's me、マリオ。できるじゃん。大丈夫、ありがとう。ヒントを差し上げます。ありがたい、ありがたい。国旗を置かなければいけないとは一度も言われていません。何かの頭文字あれば何でもいいようです。ボタンじゃん。は、早押しボタン。早押しボタン。早押しボタンの歯ねえか。冒頭でこれは早押しボタンです。確かに、なんで早押しだったの。定義されましたよ、これ早押しボタンということに。これでじゃあ行ってみるか。確かに、早押しボタンとトルクメニスタンでどうだ。きたー。一旦クリア。よし、ありがとうございます。次でミッション3、これをクリアするとオールクリア。よし、よし。ミッション2をクリアしましたので、新たに何かが反応するようになりました。なんだよ。そういいね、何かがってのが。脱出を画面に表示させろ、ミッション3。でもこの絶対何かが反応するが絶対大事だと思うんだよね。ちょっと反応するもの探さない。反応するもの。はっ、画面外に早押しボタンが押している。なんか読みとかあれ違うよ、あれ違うよ。読みに。あ、塚田さんが反応した。よかった。すごい。何が反応するんだろう。これ読みだったわ。あ、爆笑だ、爆笑だって。爆笑。いや、これ関係ないよ、多分。一回ボタン押してみる、適当にこっちのボタン。あ、まあ一回押してみよう。一回ね、押します。今、赤だけ入ってる。うん。あ、やっぱほら、あ、じゃあ天井にボタンのかな。脱出ボタン、脱出ボタン探そうぜ。脱出ボタンになるか。なんか使えそうなものを一回探してみたいと思うんだけど、本当に何もない。気づけたらいいね。ツだったらツバルがあるぞ。ツバルはどれだっけ。ツバルを一回ここ置いてみようか。このツバル、これ並び順的にこう読む。じゃあ、だからそっちに CU ツ。そうだね、サイズ合いませんかもしれないけど。あ、サイズ合わねえ、合いませんだよ。だからこれヒント使おう。いや、もう最後の一枚だからね、これ。一発ギャグでヒントゲット。これモノマネしたんで、ちょっと2人のどっちかしてやってもらっていいですか。いや、ちょっと待ってね。クイズロックさんのチャンネルに一発ギャグが乗っかるっていう。他人のチャンネルですよね。チャンネルの一発ギャグは嫌だよ。1個ずつやっとく。多分俺たちのパンチじゃさ、足りないじゃん絶対。じゃあもうやるしかないよな。やるしかないんだ俺たちは。いきます、国旗ギャグ。パプアーニューギニアー、ウガンダッタダッ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 、バカでーす。ヒントが良かったよ、良かったよ、良かった、良かった。皆さんの
動きに反応して画面が変わっているようです。え、いろんな動きをしながら表示がどう変わるかたくさん実験してみましょう。なんかちょっと脱出っぽい体に非常口やってみるか、うん、せーので非常口をこげみるギャグじゃんそれ。確かに確かに、バングラディッシュ、せーのバングラディッシュ、非常口非常口、非常口ダッシュの歌、首都の種、疲れの図疲れの図あーダメだ、そうダメだ、タワ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 脱出、待てやばい、マジでヒントなくなっちゃったんだけど、非常口や、非常口や、これ何なの判定が分かんない、飛び、そうでもさ、マサイだけやった時に反応しながら俺に反応してんの、それさ、非常口でしょ、反応ないもん、俺もなんか真ん中じゃないもん、あと運動ほどけじゃない、そういうわけかな、じゃあ3人3人でやってみようぜ、せーの非常口、あ、非常口だ、3人で脱出ポーズ、脱出の脱ってなんだっけ、え、月にこういうやつ、せーの脱出めっちゃ笑われてない、壁の向こうから笑い声が聞こえた気がこれちょっともう一回なんかこれあれだろ、暖炉に火をつけるシーンの後だろ、じゃあ俺火やるわ、映画ハリーポッターより暖炉に火をつけるハグリッド、おう久々だなハリー、どうだヒントが嘘だ、知ってんの今左側の画面のルールはどのようにお考えですか、おうおう3人でポーズを決めると回答が出る、はい、その通りです、稲尾さんの前にある早押しボタン、こちらは使う必要ございません、真ん中のボタンのルールは覚えていますか、いややっぱほら字だよ、俺が表現すると文字出ます、はい、ここで2個置くと2個文字作れる、はい、なんか2個できんじゃないこれ、一回ちょっとなんか分かりやすい、まあ、パナマとバングラディッシュ、バーパー、非常口、非常口ね、まあやってみよう、一回やってみるか、せーの非常口、確かになったな、非常口バーパーにはなったから、逆に俺の体俺たちで表現できそうな、あえダッシュじゃない、ダッシュツーツー、ダッシュしながらツーする、これダッシュならできるよ、するダッシュならできる、できるツバルだな、ツバルツー、ツバルどれ、青の星、これだ、来た、走ろう、せーの、ついに俺たちは走り覚えた、ダッシュピボーツーダッシュツー、来た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 、どうだどうだ、ええやったクリアした、ハットワイド、クリア、よかったよ、見事、めっちゃ楽しかったです、ありがとうございます、結構時間かかりましたよね、いやでも早かったよ、本当ですか、よかった、時間ちょいでクリアしたからね、いやありがとうございます、よかった、我々の方でもクイズやろうと思ったんですけど、もう頭がやべえよ、別に気にしてやるね、ということで今日はですね、フィッシャーズさんと、脱出やってまいりました、ありがとうございます、めっちゃ楽しかった、視聴者の皆さんもどれだけ届けたとかですね、コメントで教えていただければ幸いです、お願いします、そしてコラボのもう一本の動画ですね、フィッシャーズさんのチャンネルにも上がってますんで、ぜひチェックしてみてください、概要欄にあります、ということでチャンネル登録、高評価、質問、コメント、ツイッターの引き続き、さよなら、バイバイ、今日の一問はこちら、動画見てくれてありがとうございます、チャンネル登録、高評価、通知の方もよろしくお願いします、概要欄に Twitter や LINE アカウントもあるのでフォローよろしくお願いします、それではまた次の動画も見てくださいね。